皆さんこんにちは、ヤンちゃんです。ハロダルハオ、シュシャシー。こんにちは。こんにちは。介紹一下自己吧。あの、ヤンちゃんの元同僚の海です。海ちゃんです。海ちゃん海ちゃんは、日本育ちの中国人ですよね。そうですね。日本育ちの、中国人ですね、簡単に言えば。日本語は完全に日本人ですよね。そうですね、もうちっちゃい頃からいるんで日本語の方が多分得意ですよ。但是中文也是母语吧。中文没问题啊。好，那我们这个。啊，こんにちは。海くんの海くんの友達の和樹です。僕は日本人です。和樹さん、最近中国語も勉強してますね。はい、最近というか結構前から中国語を勉強してますね。そうですね。うん、この4年間くらい勉強というか、中国人の友達が結構多いので一緒に、中国人の、女の友達が男友に多いので、いろんなことをされてます。海威是我认识的日本长大的中国人里面、真的中文和日语都非常好的。就很多日本长大的中国小孩、他们就中文讲不好嘛、但是日语很好。而且、韦德刚上海我。上海を、上海にや。上海に。じゃあ今日はですね、ちょっと面白い企画を考えました。お。私は音源を5つ用意しました。この5つの音源の中で、日本人は3人で、中国人は2人います。なるほど。で、然后呢、想让凱君和这个克樹君、让他们从这5个人里面找出来谁是中国人。KK コンビで行きますか。そうそうそう。で、そのルールはですね、はい、こう5つの音源を1つずつ聞いていく、で、就是听完一段之后、如果你觉得他是中国人、もし中国人だと思ったら手を挙げてください。はい、每个人只有2次机会、2回のチャンスしかないです。僕あの手3つあるんですけど、どの手を挙げるかいいですか。どこの手。じゃあ右手で上げます。右で上げた。3個あるんで、はい、すいません。チャンス2回しかあるから、その2回目のチャンスは最後に誰に投票してもいいです。OK です。2人ね。中国人2人。就2個好。那海威你有自信吗？いや、我很有自信的。だって両方ネイティブだもんね。そうですよ。很有自信、很有自信。对对对。那个克樹。我没有。你没有、不行。もう勘でいきます。但是这里面、もう3人日本人だから、まあ日本人だからこそ分かる。そうそうそう、分かるかもしれないですよ。はい、じゃあ、行きましょう。天亮了、来到了第二天。场景从房间切换到了涩谷。我们能从步伐中看出秋山是非常期待这一天的。将头发梳成大人的模样，穿上一身帅气的衣服，作为一个成熟的男人，在约定时间的一个小时前到达约会地点是常识。就趁这个时候，秋山快去看一看父亲都有什么餐厅吗？OK OK。咦，全然发生了什么事情呢？你已经知道了。哦不，在这个关键的时候，手机居然没有电了。哎呦，もう全然これですよ。あ、これ中国人ですよ。もう完全に中国人ですね。え、あの、二回しかないんですよ、チャンス。これも、4個。ああ、4個。え、もう一発で中国人。これも中国人。中国人ですか。はい。那你们就每个人只剩一次机会了。OK OK。じゃあ最後まで聞きましょう。はい、じゃあ。はい。で、これめちゃめちゃみんな上手かったですね。これ二人目。そのパターンですよ。そんな難しいの。そう。はい。じゃあ、はい。第二個。他是这么一个人、他躲一旮旯、再也不说话、就看别人、其实都在一块天天的。他是这么一个孩子。实诚，母子也实诚。当学艺的时候也是如此，啊，曾经有很长一段时间，好多位。さっきの修正していいですか？俺もさっきのね、これ聞いたらさっきの日本人かなと思って。ちょっと他のも聞きましょう。これ一回全部聞いてから。そうですね。升级，因为好多事你说不准。OK OK。举手吗？不，举手举手举手，但是我就没有机会了。全部听一下，全部听。OK。最后最后。カズキさんは受賞。これは中国人ですよ。もう一回最後まで。最後まで。じゃあ保留。保留保留。保留。OK。じゃあ三番目いきます。我记得特别清楚，我当时说的是，哎，师傅不合适，我是这么说的。但是师傅说没事没事，拿着拿着。这个板呢是一直到现在也用了差不多是三年了。我可能还是比较喜欢这一些就是传统的一些东西吧，就是北京那些传统，尤其是故宫小胡同是这种感觉，我特别的喜欢。むずいね、難易度高いね。じゃあ再保留保留で。これは日本人っぽいな、なんかわざとちょっとなんかベージュフォアみたいな感じ。ちょっとじゃあ保留で。保留。保留で。OK、じゃあ。我现在是在北京一个不是露天的场所，在这接受一个采访。感谢您观看今天的这个视频。
对钱我没有概念，我就知道加一箱油是300多块钱，然后吃顿饭现在涨了40-50块钱，之前10几块钱，对钱没有概念，别的我都不知道了。现在市场上电视多少钱？ Okay, okay. 什么微波炉这多少钱？我想都不想，我都不知道了。怎么样？難しい。深い保留で。俺、ね、カズキにバレないように。保留で。これ全部中国人ってオチじゃない。二人までね。有两个是真的中国人，还有三个是假日本人。假日本人。上周吧，这个五一周的时候，去他们公司看了一下，公司又小，工资也不是特别多。我跟那个其他员工私下聊了一下，其实男的女的都可以去，但是呢有一个问题是，男的过去吧，导演呢肯定是不太喜欢你，然后让你干活儿干到死那种感觉，然后女的过去吧，这个被导演各种骚扰，就是每天。わかりました。海威有心里有数了。ちょっと僕あの。1個目は撤回して、もう1個目は日本人ですね。日本人ですね。1個目は絶対日本人。これは分かりました。もう僕は分かりました。うん、あ、はい、全部聞いてから。全部聞いてからもう分かりました。分かりました。かつきさんは？噛んでいくしかないです。噛んでいくしかない。分かりました。じゃあ2人目を閉じてください。はい、1本目中国人だと思う人は手を挙げてください。はい。あ、うん、じゃあ。2本目、中国人だと思う人、手を挙げてください。はい。じゃあ、3本目、手を挙げてください。はい。4本目、手を挙げてください。じゃあ、5本目、手を挙げてください。はい、はい、終了です。はい、じゃあ、さっき感想はどうでしたか。みんなうまかったですけどね、まあ、僕中国人なんでこう DNA がこう言葉を通じてこう体の一部にこうストックされて放出されるっていう、こうプロセスを得て分かりました。あ、4と54と5です。4と 5, 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 4と5。 DNA で分かった。 DNA で。じゃあ、僕も完全に勘ですね。だからこれあえて日本人がすごい中国人っぽく話してるなっていうのを感じたんですよ。145が、はいはい、うん、だからもう自然な兄さんかなと思って。自然な兄さん、自然ってわけじゃないけどね。うん、難しいです、はい、じゃあ一本ずつもう一回見ていきましょう、はい、ぜひ。天亮了，来到了第二天，场景从房间切换到了涩谷。我们能从步伐中看出秋山是非常期待这一天的。でも彼じゃなくて、その動画の穿上一身帅气的衣服，作为一个成熟的男人，在约定时间的一个小时前到达约会地点是常识。就趁这个时候，秋山快去看一看附近都有什么餐厅吗？咦，发生了什么事情呢？哦不，在这个关键的时候，手机居然没有电了。怎么办，秋山？难道跟姑娘的约会就这么结束了吗？はい、ここまででした。はい、なるほど。でも最初は二人とも手を挙げましたね。うん、まあでもね、うまかったっすね。うん、だいぶ難易度高いですよ、こんな感じ。そうですよね。まあ、1本目は日本人でした。ありがとうございます。日本人でした。まあ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 、そうでしょう。ね。じゃあ2本目は?2本目。和樹くん。うん、手を挙げましたね。挙げちゃった。はい、2本目はこちらです。中国人じゃない。別人其实都在一块天天。ガチじゃん。ガチ。中国人。超有名な中国人。当初学艺的时候也是如此。中国人です。正解。正解。正解です。好多位。なんだよ。引っ掛けかと思ったら違うんだね。このすごく北京腔、北京、北京なまりが強いおじさん。これで3合ってたら俺の DNA は嘘だった。嘘の DNA。本当は日本人っていう。まあ、でもね、日本人とばっかりこう交流してるから DNA もちょっと変わってきてる。変わってきた。はい。だから2本目は中国人でした。お、じゃあ正解。そう、正解。僕の方が多分中国人とね合ってますから今。まあそうですね。確かに。うんうん。はい、じゃあ3本目これです。老外在。おお。これは外国人です。外国人です。日本人。皆さんこんにちは、小松洋太です。大家好，我叫小松洋大，来自日本横滨。练快板，我记得是2016年。我的牙巴快的。北京语言大学他发一个外国人学相声的一个课堂，叫快乐课堂的一个招生的一个信息。然后看完这之后，那就我也报了。后来吧，是练到一定程度了，师傅突然那课堂说这个，你拿着这个，拿着这练。
我记得特别清楚，我当时说的是，哎，师傅不合适，师傅不合适。师傅说没事，拿着。这个板呢，是一直到现在也用了差不多是三年了。やばいよね。これは頼む、私もわからないんですよ。聞き取れない。いや、あの日本人でわからないです。あ、難しい。うん。もう音声だけ聞くと絶対中国人だと思います。うん。その北京の人だと思います。对呢，不会。我的习惯就是上台之前先去到师傅那儿，然后让师傅检查，然后我这样呢，我才能够就是踏实的演。哎，师傅，这对对，レベル高いです。有点什么问题？哦，はい。じゃあこれは和樹くん外しましたね。ってことはあれ？同点ですね。そうですよね。まあじゃあ四本目と五本目も。もう一回見ていきましょう。じゃあ四本目、五本目どっちか日本人がいたってことですね。そうですね。じゃあ四本目どっちですか。四本目はこちらです。北京登山啊，中国人，我叫袁鹏，小粤语，中国人。北京一个不是露天的场所，在这接受一个采访。感谢您观看今天的这个视频。でも海外すごいですね。然后吃顿饭，なんで中国人だった？四五十块钱。いやー、なんかこう言ってることがすごいリアルなんで、内容で分かった、内容で分かったパターンですね。そっか。僕は内容全然入ってこないんで、話を聞いて。なるほどね、はいはいはい。じゃあ5人目は、五人目は日本人、日本人です。刚才我接了中国人じゃないですか？日本人です。見た目中国人。新媒体运营，新媒体运营必须得女的，20到25之间，长得必须得漂亮。哎，那我说那个日本员工是怎么进去的？啊，这个网友都知道，这个竹内导演他这个人呐，变态猥琐。上周吧，这个我一周的时候。レベル高いですよね。もう絶対分からないんですよ。中国人でも分からないくらいに。なるほどね。そうですね。いやー難しいね。難しい。難しかった。まあドローってことで。ドローですね。私たまちの很厉害、本当にすごいですよね。だってここまで中国語を喋れる日本人はなかなかいないと思うんですよ。真的很厉害啊！でも全員男性でしたよね。今度なんか女性バージョン聞きたいですね。あ、なんか中国語めちゃくちゃうまい日本人の女性は知らないんです。ないんだ。ないんだ。いますか？いたら教えてほしいんですけど、やっぱいないかな、ちょっとね。このレベルの。このレベルで。このレベル。うん、なかなかいないじゃないですか。その中国育ちの日本人じゃなければ。あ、皆さんもしそういう中国語めちゃくちゃうまい日本人ここにそう知ったらぜひ概要欄でぜひコメントで教えてください。じゃあ皆さんも中国語の勉強頑張ってください。このレベルまでみんな一緒に頑張りましょう。はい、バイバイ。バイバイ。さよなら。あ、已经开始了。これはもう全部入ってんの？そう、もう始まってますよ。ハロー YouTube。ノリ。ノリが。